皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総うかーです。さあ、今回も日本語教育ライブですね。えー、っと、7月17日号を始めていくんですが、えっと、いつものようにニュースからです。画面共有をしていきまして、 この一月のニュースで同じものを概要欄にも上げてありますので、そこからリンクで各記事に飛んでいただければと思います。まず6月25日、中国籍の留学生のアルバイトの給与に対するあの免税措置というものがずっとあったんですけども、それが撤廃になりました。 これ古い話で、1983年に日中租税条約ですかっていうもので、これお互いなんですけども、日本に来る中国の留学生、で、中国に留学する日本の留学生が、そのアルバイトで、 ね、得た収入に対して厳選徴収かからないっていうものだったんですが、それがなくなるということです。で、これ国によってまだ残ってる国もありまして、例えば韓国、フィリピン、インドネシアの学生なんかはこれ、あの、申請をすれば、こういう、あの、利益を得ることできますので、もし、ね、まだしてないよっていう学生がいたら、まあ、ちょっとのことですけども、やっぱりお金大事ですので、はい、あの、助言してあげるといいかと思います。で、次です。 6月30日に2回目の有識者会議が開かれまして、で、ここで、まあ、登録日本語教員の、まあ、枠組みを、あの、話し始めたということですが、まあ、これもともと公認日本語教師と言ってたものが、名称も変わって、中身もおそらく変わるんだと思うんですが、この秋の ね、あの国会に出される案がここで叩かれていくということですね。第3回目もあるでしょうから、これ見守っていかないと、ね、どういう資格制度になるのか、あの、わからないというところでございます。で、次ですね。6月30日、文化庁が、この綱広というつながる広がる日本語での暮らしというウェブサイトを運営しているんですけれども、それに新しく2つ、ウクライナ語とロシア語版、 が加わったと。なので、トータル16言語での運用になったわけですね。これはまあ、ウクライナからの避難民の方がもう2000人ぐらいになってるんですかね。もっと、あの、実際は増えてるかもしれませんが、そこに対するオンラインでの、ね、日本で生活する上での日本語習得のサポートの一つということです。はい。で、次です。7月3日のこの日経の記事なんですけども、あの、日本の ま、雇用の感覚と国際基準がずれているというところで、まあ、わかりやすいのが技能実習制度ですよね。はい。で、あれって例えば手数料を国の送り出し機関に払っているんですけれども、それはね、国際基準だとあってはいけないことということだったりとか、あと、日本に来てからのその転職ができませんよね。それも、あの、人権侵害ですというところだったり、あと、たまにパスポートをその、 雇ってる側が、あの研修担当してる側が預かってしまうみたいなこともあるようなんですが、これもあの本当はダメなんですよね。なので、そういういろんなところで感覚がずれているところがあるので、それをあの指摘した記事でございます。次ですね、7月7日の日に2年ぶりに外国人観光客が戻ってきまして、これ団体旅行の添乗員さんがあのついているってやつなんですけども、 インンバウンドがちょっととずつ再開しているといるうお話ですただ、あの第7波というんですか、次の波がもう来てますので、これが継続されるのか、どうなのかというところでございますで。翌日ですね、7月8日、安倍晋三元首相が奈良で、あのー、 銃撃されてというところで、もうあの日本中が、もしかしたら世界中がひっくり返ったんですけれども、ちょっとここに関しては、あの安倍政権が日本語教育業界にしたことっていうことで別動画挙げてありますので、そこもあのリンクの中からあの見ていただければ、この20年ぐらいですかね、話まとめて。 ありますで、まああの犯人の動機だったりとか、そういうところはこれから明らかになっていくと思いますし、で安倍さんは功績ももちろんたくさんありますが、いろいろ疑惑も残しましたので、そこも追及していってほしいなというところです。で、7月11日、参議院選挙が終わりまして、まあ、これ、与党の勝利とも言えますし、改憲勢力が大きく勝ったという言い方もできますね。ただ あの、得票率で言うと、自民も公明も減らしてるんですかね。なので、議席で言うと、勝利ですが、というところでございます。で、翌12日に、これ、クルド人なんですけども、国籍はトルコの方ですね。が、えっ、ー、と、札幌公裁の判決を受けまして、はい、これは難民不認定処分を取り消しますという、はい、そういう、あのー、事例です。で、これを受けて、 はい。あの、これ確定しましたので、入管ですね。法務省は、おそらくこのク人の方を難民認定する方向で進むであろうということです。というのは過去に2つ事例がありまして、同じあのケースで同じプロセスを経て難民認定至ったということがありますので、それを踏襲するであろうという内容です。はい。で、これ、クルド人、 で言うと初めてですかね。国内に2000人以上クルド系の人住んでらっしゃるんですけども、あの難民認定おそらく初めてになるであろうということです。はい、で、次、4月15日、これも入管関係なんですけども、これ、ウ島シマさんのあの件で、えっと、名古屋地裁でこの案件に関しては不起訴の処分になってたんですけども、あの、法務省の中の処分として、はい。 この入管の職員二人が医療の記録を正しくつけてなかったということで、これあの鎮痛剤を本来間隔開けなければいけない間隔開けずに与えてしまって、で、それをごまかすために記録上、まあ改ざんをしたっていう話で、停職1ヶ月という処分になっています。はい。なので、ちょっとこういうところを見ても、ね、あの、書類だったり記録だったりをもとに、牛島さんの ね、裁判が今続いてますけども、そもそもね、それが信用できないとなるとちょっと良くないなというところでございます。はい。まあ、他にもいろんな出来事はあったんですけども、あの、ポイントだけ一つ、一つ分まとめてみました。であとは、日本語教育能力検定試験ですね。受験票の受付が始まっておりまして、8月1日の当日決心有効ということで、だんだん迫ってきているということですね。試験日は 10月の23日です、はい。で、次なんですけども、はい。一つ質問を取り上げるコーナーで、えっと、ノオのチは、あの、またが7つなのではないですかという、これ、あの、ドラえもんでしたっけあの、のび太くんもこんなこと言ってたような記憶があるんですけども、あの、確かにそうですよね。あの8個首があるので、または7つなんですけども、ちょっとこれ、この、 ヤマタのまたの字にご注目ください。これ、分岐点の木だったりしますよね。つまり、分かれ道っていうことなので、あの、または7つで、7つ分岐点があって、8つ首があるで、あの、いいと思うんですけども、どうでしょうかあの、ご納得いただけましたでしょうかはい、まあ。質問は、あの、随時受け付けておりますので、はい、コメント欄でも、あの、ツイッターの方でも、あの、ダイレクトメッセージでいただければと思います。 で次ですね、一つお勧めするコーナーでして、画面を切り替えます、はい。ゆる言語学ラジオという、これもとても有名なので、今更私がお勧すすめする必要もないのかもしれませんが、まあ、1回の言語オタクを称するこの2人のパーソナリティが、これ、あのポッドキャストだったり、YouTube だったりで、まあ、言語学の話を面白く伝えてくれているという番組です。 で、本当に言語学中心だったので、日本語教育からはちょっと遠いのかなと思ってたんですけども、国語学の領域に入ったりとか、あと少し前は、あの今井睦美先生をあのゲストに招かれてて、子供の防習得ですよね。その話をされてたので、だんだん私たちの領域に近づいてきたなということで、あの今から入っていただけると、少し前のアーカイブ辿っていっていただいて面白いかなと思います。 シンプルな、ね、あの、わかりやすいホームページの作りになってます。これもリンクありますので、飛んで、ちょっとあの、二つ三つぐらい興味あるテーマのものを聞いていただければと思います。まあ、言葉のね、楽しさで遊んでるっていう意味では、私たちと同類というか、あの、仲間のお二人だと思います。はい、ではですね、これで、 今回私がお伝えしたいことはすべてでして、あとはいろいろ告知でして、次回は8月21日、14時半、日本時間の配信予定です。あと、書籍であったりとか、あの、お仕事のご依頼もいただければと思いますで。そのリンクですね、過去のアーカイブのところずっとこう上げてありますので、はい、ご興味あれば、どれも短いものですので、見ていただければ嬉しいです。 高評価なんかもいただければと思いますし、チャンネル登録も、ね、いただけるととっても励みになります。では、画面共有停止しまして、今回も貴重なお時間頂戴しました。この番組をご覧いただきまして、ありがとうございました。これで失礼します。